常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さんチャンネル登録お願いします。いやー、なんかね、朝鮮日報かな、ここにね面白い記事があったんでちょっと紹介したいなと思うんですけど、米クワッドに韓国ではなくイギリスを参加させる意向というヘッドラインの記事なんですけど、米ホワイトハウスサリバン国家安全補佐官、クワッド土台より発展させるべきというね副題がついてるんですが、一言で言うとですね、お呼びでないというこう記事なんですね。朝鮮日報にこういう記事が出るのね、面白いなと思うんですけど、なんて書いてあるかというとね、サリバン国家安保補佐官が日本、オーストラリア、インドなど4カ国が参加する他者安保協議体クワッドについて、インド太平洋政策の土台になるだろうとして、もっと発展させたいとの考えを示したと。このような中でクワッドへの参加に消極的な韓国の代わりに、去年 EU と決別したイギリスがこれに参加する可能性が浮上していると。クワッドがクインテッドに拡大改変した場合、自由民主陣営における韓国の立場が一層弱まるとの見方が出ていると。すごいね、なんと冷静な記事だ、朝鮮日報。いい記事だね。これは韓国政府の今の外交政策が間違っているというご指摘なんですけどね。おっしゃる通りかなと。クインテッドといえばね、昔ね、教育テレビでやってましたよね。ふふふふふふってやつ。わかります？ふふふふふふ。夕方クインテッドってやつですけど、クインテッドになるのかと。なったらいいかなというふうに思います。これに関連してですね、ヤフーニュースにね、一昨日かな出たんですけど、反中戦線クワッドから阻害の韓国。韓国政府、消極的曖昧性というですね、ウォーコリアというネットメディアかな記事でヤフーニュースに転載されてたんですけど、これもですね、こう書いてあります。バイデン政権による反中議論の場で、韓国が阻害されているという見方が出ていると阻害ということで、安米系中、安保はアメリカ、経済は中国という曖昧性を取っている韓国に対して、アメリカが戦略的価値において異なった見解を持っているという分析であると。ジェイク・サリバン米ホワイトハウス国家安保補佐官は29日、ドナルド・トランプ前政権のクワッド、日米豪印の4カ国安保対話を継承発展させることを明らかにしたと。また反中包囲網であるクワッドにイギリスが参加する可能性が取り沙汰される中、韓国がだんだん隅へと追いやられるのではないかという懸念も出ているということで、あれおかしいな、ムンジェインって外交の天才だったんじゃないの？ユーガッタクインテッドは次のメンバーは韓国のはずだったんじゃないんですか？何が起こったんでしょうね。一応ね、このウォーコリアの記事なかなかまとまってていいんで、ちょっと次読むとですね、クワッドはインド太平洋版 NATO と呼ばれていると。え、そうなの？そこまではまだちょっと言ってないですけどね、ちょっと買いかぶってますけどね。2019年発足し、トランプ前政権による対中国牽制政策の中心になっているという評価を受けてきた。クワッド4カ国は合同軍事演習も実施している。昨年にはアメリカ、日本、インドの年齢合同演習に消極的立場を誇示してきたオーストラリアが13年ぶりに参加しているということで、クワッドがですね、安全保障の要になるというのはね、私ずっとこれ言ってきましたけどね、最終的にはインド太平洋条約機構みたいなのできたらすごいねみたいな話ですけど、まだそこまでは言ってないんですけどね、それに近い形になってきて、でこれから発展していこうという時に、日米韓の3カ国安全保障連合だったはずなんですが、韓国が置いていかれているという状況でございます。この件でね、ウォーコリアの記事でなかなか面白いんですけど、韓国国家戦略研究院のムン・ソンムク統一戦略センター長がですね、こんなコメントをされているということです。現実的に日米はアメリカが推進しているインド太平洋戦略において革新的な役割をしている。これまで韓国はクワッド参加に否定的だ。アメリカとしては日本が同盟により積極的に参加するものと見ているというふうに見ているそうです。それからね、韓国ハンドン大学のパク・ウォンゴ教授のコメントとしてですね、チャイナを牽制することにおいてインドとオーストラリアは地理的に遠い。バイデン政権にとって日本と韓国、東南アジアが重要だとし、韓国に対する参加の圧力が本格化する可能性は依然としてあるというですね、希望的な見解を述べたということですが、これに関してですね、実はね、もうね、ズバッとね、確信をついた記事がございます。これはね、いつも私が紹介しているデイリー新潮のですね、鈴木貴文さんの半島を読むというですね、この秀逸なシリーズ、これすごいんですよ。鈴木さん本当ね、日本一の半島通じゃないかと思うぐらいですね、向こうの情勢よく分かってらっしゃいまして、これでね、ちょっと長い記事なんですけど、まずね、バイデン政権が電話会談をやったんですが、日本よりも韓国の後になっちゃったんですね。それがね、韓国政府ですごい問題になったらしいんですよ。鈴木さん曰くですね、1月28日未明、バイデン大統領と菅総理が電話で話し合いました。アメリカに新政権になって初の首脳会談で、日米は同盟強化を訴えました。ところが米韓首脳会談の電話協議は2月2日の午前になっても実現しない。韓国では軽んじられたと騒ぎになっていますということで、外交問題も上下関係で考えてしまうというですね、致命的なミスを犯しているのではないかというふうに思います。ただでさえそういうミスを犯しているんですけれども、さらにですね、大ポカやってるんですよ。それは何かというと、バイデンからの電話を待っている間にですね、なんとチャイナ共産党はですね、習近平と電話協議をしちゃったらしいんですね。1月26日、日本が日米首脳会談をやる前にですね、なんとこのムンジェインはですね、習近平と夜9時から40分間電話で協議して、その中でね、なんて言ったかというとですね、まだ半年後なんですよ。まだ半年後のチャイナ共産党創建100周年のお祝いを申し上げてしまったそうなんです。何を考えてる
でしょうね。これね、実はね、韓国政府隠してたらしいんですけど、チャイナが発表しちゃいまして、バレちゃったということです。鈴木さん曰く、チャイナ共産党創建日を6ヶ月も前にして心からのお祝いを伝え、習近平を褒め称えるというのは世界の民主主義国家の指導者の中でムンジェイン大統領が唯一だろうとこれはまずいよね。まずいことやっちゃった上にですね、実はね、ムンジェイン味噌つけてるんです。それ何かというとですね、日韓の慰安婦合意ありますよね。慰安婦合意の貢献人は実はオバマ政権時代の副大統領だったバイデン氏、まさに本人なんですよ。さらに言うとですね、バイデン氏はですね、副大統領時代に難癖つけて演習に参加しないね、韓国に対してですね、お前あっち側行くなんてことはねえだろうなみたいなことでね、口出しして釘も刺してるということです。鈴木さん曰くですね、日韓慰安婦合意も同様ですと。バイデン氏が副大統領時代に保証人となってまとめたこの合意をムンジェイン政権はいとも簡単に破った。まさにアメリカにバイデン政権が誕生するとは想像もしていなかったのでしょうと。そこで慌てて慰安婦合意は認めていると軌道修正しましたでもそれは口先だけで破り続けていることには変わりはないということで一刀両断しております。さらに言うとですね、鈴木さんのこれは見方ですけど、菅さんとバイデンさんがですね、電話会談した時にムンジェイン政権は慰安婦合意を守っているふりをし始めましたが、実際には破り続けていますということを言ったんじゃないかということです。これなんでかというと、日米首脳会談があった後のですね、公式な文書出してたんですが、こんなに韓国が一切登場してないですね。おそらくだから表に出せないようなこういう状況なんだみたいなことで状況を確認した可能性があるというのが鈴木さんの見方です。さっき言ったね、中国にかけるなっていう脅しをしたバイデンというのがね、これあるんです。これ何かというとですね、2013年の12月に訪韓したんですね、バイデンがね。当時大統領パクネだったんですけれども、アメリカの反対側の中国にかけるなよっていうことをね、向こうが行くなよってことをこの場で実は釘を刺したらしいんですよね。さらにですね、本当のことを言うとですね、これ鈴木さんこういう風に言ってるんですけど、当時韓国政府は日本が慰安婦に謝罪しないから日米韓の軍事協力には参加できないとへりくつこねていたんですが、これに対してね、バイデンさんが向こうが行くなよって言ったのは、要は嘘はいい加減しろと、本当はチャイナが怖いだけだろうというふうな図星の指摘をしたんだということです。今回ですね、アメリカ出し抜いて先にチャイナの習近平と会談したことを見てですね、鈴木さん曰くですよ、バイデン大統領は共中病、要はチャイナが怖い韓国がまた米中の間に二股かけているなということを苦笑いしてたんじゃねえのというふうに鈴木さんは見ております。ということでですね、これね、ちょっとムンジェイン結構ピンチなんですよ。さらにね、不幸なお知らせがありまして、バイデン政権のね、国務副長官に就任したシャーマンさんという方がいらっしゃるんですが、この人なんとですね、2015年の2月17日リマークソンノースイーストエイジアというね、そういう講演をですね、ワシントンでやったんですけれども、この中でですね、暗に韓国を名指ししてこういうことを言ったんですよね。明確には名指しなかったんですよ。明確には名指しなかったんですけど、当てこすりでね、韓国のね、こういうことを言いました。民族感情は悪用されかねない。政治指導者が過去の敵を非難し安っぽい拍手を受けるのは容易だ。だがそんな挑発は発展でなく麻痺をもたらすということでビシッと言っちゃったんですよね。この講演の中でですね、チャーマン氏はですね、ソーコールドコンフォートウーマン、いわゆる慰安婦っていう言い方をしたんですよね。セックススレーブじゃなくてソーコールドコンフォートウーマンね、というふうに、いわゆる慰安婦と、性奴隷という言葉を使わないで、いわゆる慰安婦と呼ばれているものみたいな言い方をされたということで、このシャーマンさん結構分かってる人かなというふうに思います。そういう点ではですね、ムンジェイン政権これから地獄のロビーをかけてこれをひっくり返そうとすると思うんで、日本政府としてもね、ひっくり返されないようにね、ここねガッと抑えに行った方がいいんじゃないかなと、外務省の皆さん頑張ってねというふうに思います。状況はね、これまでの積み重ねでね、いろいろそのムンジェイン政権がやってきた嘘とかデタラメね、バレちゃってますので、さあどう取り繕うんだろうっていうところはね、見ものだなと。ただ笑ってる場合じゃなくてね、あいつら本気で取り繕いに来ますから、日本もね必死でそれをガードしないとねいけないと思いますので、ぜひねその辺はね頑張ってもらいたいなと、菅外交頑張ってもらいたいなというふうに思います。ということで、鈴木さんの記事はね本当にねこれね必読ですので、ぜひお読みください。よろしくお願いします。ということで、今日の内容面白いなと思った人は高評価のボタンを押しておいてください。最後にチャンネル登録お願いします。ガー